そんな、嘘。イクス？嘘だよね。イクス、目を開けてよ。お願い。お願いだから。やだよ。いや。ミリーナ、大丈夫か？すごいうなされてたぞ。ミリーナ？あ、大丈夫よ。なんともないから気にしないで。ミリーナ、もしかして、また、滅びの夢か？ええ。あ、でも本当に平気だからね。ちょっと驚いただけ。そうだ、イクスは大丈夫？俺は何ともないよ。それに俺、まだ一度も滅びの夢を見たことがないんだ。よかった。あまり目覚めのいいものじゃないし、見たことがないならその方がいいわ。けど、なんで俺だけ見ないんだろう。聞いた話だと、セールンドの人たちもほぼ全員が見てるっていうのに。それに、どんどん滅びの夢が鮮明になってきてるんだろう。これってどういう意味なんだ。やっぱり、滅びの夢は何かを暗示してるのかな。どうなのかしら。けど、イクスが滅びの夢を見ない理由は、イクスが強いからだと思うわ。いや、それはないだろう。俺はようやく鏡師の力を制御できるようになったばかりだし。そうじゃなくて、心がってこと。きっと、みんな不安なのよ。鏡の盾アイギスの破片が降ってきたり、突然大陸が現れたりしてるから。もしかしてミリーナもそうなのか？不安が全くないわけじゃないけど、私はそこまでじゃないかな。だってイクスと一緒だもの。二人で力を合わせて大地の具現化を進めて、鏡の盾アイギスを修復していく。そうやって滅びから世界を救えば、きっと滅びの夢も見なくなるんじゃないかしら。そうかもしれないけど、うん、夢のことも含めてゲフィオン様に相談しなくちゃいけないな。おーい、お前たち入ってもいいか？ガローズ？ああ、どうぞ。ゲフィオン様からだ。これからしばらく王宮を離れるってよ。ゲフィオン様か？どうして？詳しくはわからねえけど、休養ができたらしいぜ。なんだ、焦った顔して。もしかしてゲフィオン様に用だったのか？あんだったら今から急いで王宮へ行けば、もしかしたら出かける前のゲフィオン様を捕まえられるかもしれないぜ。イクス、どうする？滅びの夢や救世軍の動向、それに敵側に鏡師がいる可能性、相談したいことがたくさんある。今後何が起こるかわからないし、対策を立てるためにも少しでも話をしておくべきだ。すぐに王宮へ向かおう。わかったわ。すいません、ゲフィオン様はどちらにおいでですか？ゲフィオン様ですか？つい先ほどお出かけになりましたよ。
え、もうですか。すべての予定をキャンセルなさって急ぎ出発されましたので。それじゃあいつ戻ってくるか分かりますか。いえ、申し訳ないのですが詳しいことは存じ上げません。しばらくとしか伺っていないものですから。それなら行き先を教えてもらえませんか。すみませんがそれもわからないんです。そうですか。すみません、仕事に戻らないといけないのでこれで失礼いたします。ゲフィオン様どうしたのかしら。ずいぶん慌ただしく出かけていったみたいだけれど、多分何かあったのよね。ああ、そうだな。何があったのかはさっぱり見当もつかないけど。イクス、これからどうする？こうしてただ待ってる間にもまた救世軍が共栄店を仲間に引き入れようとするかもしれない。俺たちは今できることをしよう。次の大陸に向かうのね。あ、急いで出発だ。ここが新しい大陸か。よし、それじゃあ共栄店を探しに。イクス、見て、あそこで小さな動物がコアマに襲われてるわ。はあ、大変です。助けよう。ふう、なんとかコアマを追い払えたな。よかった、襲われていた子も怪我はないみたい。クイッキくすぐったいってどうしたんだ急に。その子、コーマから助けてくれたイクスに感謝してるんだと思うな。そういうことか。ならどういたしましてだな。クイッキー、なんだか楽しそうでいいですね。カーリャも混ぜてください。あ、カーリャ、いきなり近づいたらその子が驚いちゃう。クイッキー、うわー、驚かせてごめんなさい。え、今の女の子の声だったか。え、どこへ行くの。おい、一人じゃ危ないぞ。あの人、この大陸の共栄店だよな。もしかしてあの子を探していたのかしら。やよディバイ、ヒヨモズティエンクイッキー、ヒディオスエディモティヤヨディアエムクス。え、チムスティンディスブブン、エディティエワクーズ、スンベディエディンズ、バイスパイディディウンズイ、ヤヨヌンセヌウディ。あれ、あの待ってください。そのイプスシディディア、ウエトメルディディアウススクイッキー、メルディウスクイッキー、スフディウムズ。ねえイクス、なんて言ってるかわかる？いや、全然わからないよ。アウトドゥヤヨジムティオムズンディスティエムズメルニクスジャヨ。
ごめん何か変なこと言ったから。違うの、私たちは怪しいものじゃないのよ。そうです、このイクス様とミリーナ様は世界を救う使命を持った正義の味方で。ややこしくなるからカーレは少し黙っててくれ。ワイール、バンディエルル・フリウモズス・ミマ。え、ヤユエディン・ビディア・ウモワディーズ・ブルン、ヤユセヌス・クイキウエトシ・グディ・エディ・ホール。とりあえず怪しまれてはいないのかな。よかった。ねえイクス、これからどうする？そうだな、言葉が通じないのは想定外だったし、一度状況を整理したいよな。それじゃあ町に向かいましょうよ。確かこの先にあったわよね。ティディアン・ティーバメ・クミバティアン・ズディン・ワティ・ウイム・ディエディ・バイヤ。もしかして町どこかわかるの？よかった、助かるよ。案内頼めるかな？ヒルリバトゥーン。ありがとう。よし、それじゃあついていこうか。あなたもしかしてメルディって言うの？ヤース、ウエトメルディ、メルディ、メルディ、ティアウスス、クイッキークイッキー。あ、わかった、あなたがメルディで、この子がクイッキーね。イクス聞いて、名前がわかったよ。なんでそんな後ろにいるの？いや、コーマがどこに潜んでるかわからないし、俺は後ろで周囲を警戒してるだけだよ。ティアエムピアユイクス、ボリバン、ワエムワイディーズ、メディン、プティディンディ、ウフ、パンチヌワリサンディ。え、その、何かな？パンサイオールスキティグンティアンディ。なんだろう。もしかしてイクス様、メルディ様のことが苦手なんですか？やいよ、バイディ。いやいや、違うから。メルディ、それは誤解だよ。バイディス、バディイムク、バウディア、やいよ。そんな不安そうな顔しないでくれよ。俺はメルディのこと苦手とかそういうのじゃなくて、どうしよう、ミリーナ。イクスが思ってたことそのまま伝えればいいんじゃないかしら。きっとメルディにも伝わるわよ。そのメルディに間違った受け答えをして誤解させたり不安にさせてしまったら悪いと思ってさ。伝わってるかな？ジムティーバディディア、ウジムティーオムズンディスティエムス、ヤヨディ、バディス、ボディウスウムスン、バヤディ、ヤヨトウエム、ブルンエスワイムティウムン、ティエルクームクティトゥン。ごめん、なんて言ってるかわからないや。そうね、多分気にしすぎないでじゃないかしら。ああ、そういうことなのかな。気を使わせてごめん、メルディ。俺、気にしすぎてたかも。なんだこいつら。というより、ここはどこだ？なんだこの声、もしかして誰か襲われてる？バヤティ、スティアウス、ニューワンキール、ウルルギワンワク、
テルケーエンで観測した時は一人だけだったのに。とにかくメルディを追いかけよう。キール、エディアよ行け。メルディ、お前こんなとこで何やってるんだ。俺たちも加勢する。お前たち何者だ。見たところインフェリア人でもセレスティア人でもないな。インフェリア人、セレスティア人、私たちはティアやエディバウディアウスルディスフガデティグンディアンディキリミバ。お前がそう言うなら。だが僕はまだ信頼したわけじゃないからな。おい、加勢するんだろ。ちゃんと活躍してくれよ。あ、任せてくれ。だいたい説明できたかな、この世界のこと。イコムズンディスティエムズティアエムツセイディエブディオーフ。僕もこの世界および具現化の諸原理、コーマの鏡とその封印の必要性などもろもろ理解した。キール、メルディ、二人を巻き込んでしまってごめん。まったくだ。せっかく奨励術に関する新説をひらめいて論文にまとめていたのに、もう少しで完成だったんだぞ。キールさん、私からも迷惑かけてごめんなさい。ああ、本当にいい迷惑だね。論文だけじゃなく具現化されたと思ったらいきなりコーマとかいう魔物に襲われるし。キール、ジムティエワワオスンティアンドエクスエムズミリーナティアンやエディセットバウディアオスティアンやティエデンティディアンムブティセヌティアンバディルズ。なんだよ、別に僕は二人を責めてるわけじゃない。ただ事実を言ってるだけで。イクスミリーナウティスミティヤヨディヘオルティウエトバウティヤヨ。え、もしかしてメルディも怒ってるのか。違う、こいつは自分が協力するって言いたいんだよ。本当にありがとう、メルディ、すごく助かるよ。バームティアン、ディトゥース、エディティオガ、バンザウルス、アロブ、イエワイディアディ、ルティトゥ、アロブヤユ。よかったわね、イクス。メルディ協力してくれるみたいで。キールは、手伝ってもらえるか。もちろん、無理にとは言えないけど。不価値なるものを学ぶこと。大学時代の恩師。マゼット博士の言葉だ。お前たちの旅に同行することは僕の学ぶべきものに通じている気がする。それにメルディも行くんだろう。付き合うしかないじゃないか。え、いいのか。ありがとう、キール、心強いよ。勘違いするなよ。別にお前たちを助けるためについていくわけじゃ。ティアエムピアよ、キール、ウエトグレーズウトグレスティームバウティアヤユーキール。なんでお前まで喜んでるんだよ。ジムティブーサーヤジムティヤユーバイティティブーンティグンディアンディ。いや、それはというより僕はお前と一緒なのが嫌なわけじゃ。とにかくコーマの鏡を封印するんだろ。さっさと片付けるぞ。それもそうだな。カリア、コーマの鏡の反応は？どっちでしょう。距離が離れてて方角までまだよくわからない。それもあるんですけど、この町の先ですね。わかった、それじゃあ行ってみよう。
ーリャ、コーマの鏡の反応はどう？もうすぐですよ。ブルブルって感じます。そろそろコーマに出くわすかもしれない。キールとメルディも気をつけてくれ。言われなくても分かってる。僕たち共栄店はただでさえ狙われやすいんだからな。メルディ、戦闘中危ないと思ったらすぐ後ろに下がれ。僕がおとりになり立て直す時間を稼ぐ。やよ、エディングデーティーウムグティアティオトゥヒリープレメルエディティーンスオムソンディスティーイズボディジムディスティディエウモスヤオリスルフティーフェディ。ふん、お前は自分の心配だけしてろ。余計なことを考え判断に迷った挙句コーマに囲まれたりしたら面倒だ。ヤンス、ウジトゥモズエビオディアヨパンエディティアンフディアモズス。お前なんかに気遣われなくても僕は自分の力で何とかする。パエディジアヨトゥエンブヤヤヨディイバンボスウムセウワエムアルブ。どうだか、そもそもお前は。キール様、メルディ様のことが心配でしょうがないのはわかるけど、そろそろ先に進みません？僕は心配なんてしてない。どう解釈したらそんな結論になる？理解不能だ。いや、見たままの解釈だと思うけど。ずっと一緒に旅してきた仲間だもの、それだけ大切なのよね。勘違いはやめてくれ。むしろ僕はこいつのことなんてどうでも。ウジンピーワイディンエビオティヤヨキールウエトキュウモグ。あ、メルディ待てよ。メルディ行っちゃったぞ。追いかけないと。キール大丈夫か？落ち込まないでキールさん、気をしっかり持って。落ち込んでなんかない。あ、ほら先に進むぞ。僕は大丈夫だ。いや全然そうは見えないんだけど。なんでやいもん、よわく。メルディ、どうした？何かあったのか？メルディ大丈夫か？ヤンス、プリーフマジェットティーアウスユースティヘオムディーズ。マジェット博士、なんでこんなところに？確かキールさんの恩師だっていう。大丈夫なの？ああ、気絶しているだけらしい。ならまずコーマの主を倒すぞ。そしてコーマの鏡も封印する。おい、そっちは終わったか？ああ、これでもうコーマは発生しない。キール、メルディ、協力ありがとう。マジェット博士は大丈夫だった？何も問題ない。町からしばらく出ないようにと伝えておいた。なあキール、マジェット博士はその共栄店だったのか？いや、おそらく違うと思う。微妙に会話が噛み合わなかった。僕らの記憶を通して具現化されたこの世界の住民としてのマゼット博士と思っていいだろうな。ごめんなさい。いや、そういうものだと聞いていたから問題はない。それに博士が異世界に連れてこられたんじゃなくてよかったと思ってる。研究者にしてみればいい迷惑だからな。そうだよな。ごめんキール。あのキールさん、マゼット博士はこんなところで何をしていたの？立証できていないからと詳しくは語ってくれなかった。だが察するに別世界の観測を試みていたんだろうな。別世界？どういうことだ？まず症例学的存在論を応用し、アイギスの盾の存在の可能性をマゼット博士は導き出したんだろう。けどアイギスの盾がオルバース海面、簡単に言うと
世界を分かつ教会だと誤った結論に至ったんだろうと思う。つまりアイギスを世界の教会だと思った。だから外側に別世界があると考えてその観測をしようとしてたのか。おそらくな。別の世界か、考えたこともなかった。さすが学者さん、すごい発想ね。僕たちの元いた世界は2つの世界で構成されていたから、ある意味自然な発想とも言えるな。まあお前たちの話を聞いている限り、アイギスの外に別の世界なんて存在するとは思えないけど。アイギスの外か。滅びの危機が迫っているようにゲフィオン様は言ってたけど。ゲフィオンにでも聞いてみたらどうだ。きっといい答えをくれるぜ。お前たちにとって都合のいい答えをな。リクス、どうかしたの？いや、なんでもないよ。そうだ、二人ともマゼット博士から王女のピアスを預かってきた。これをつければメルディと会話できるようになる。メルディの言葉がわかるようになるのか？よかったわ。これでメルディのことがもっとわかるようになるのね。だが一つ問題がある。王女のピアスは心の波長が合わさった時にしか機能しないんだ。心の波長？とりあえずピアスをつけてみてくれ。あ、わかった。これでいいかな。ミリーナはつけたか？つけたわよ、いつでも大丈夫。メルディ、俺の言葉わかる？おえとシンディディア、ウステウルルジムでアムソンディスティエムズジアヨアムソンディスティエムズトヤバイディディ。ダメだ、俺にはメルディの言葉わからないや。私もわからないわ。どうしたら心の波長が合うのかしら。心の波長か、なかなか難しそうだな。僕や他の仲間も最初はわからなかった。少しずつメルディのことを知っていけば心の波長も合っていくはずさ。クイッキー！ん？どうしたんだクイッキー？ウッディ、フルスティアン、チムスティンディ、ムエディブヤ、ウエト、バディディア、ディアイディ、ウッディ、スティアンズディン、ワディウィムヒディ、ティアンディーバーム。キル、メルディは何て言ってるんだ？町の方から魔物の気配がするらしい。まだコーマが残っていたのかもな。イクス、倒しておいた方が良さそうね。そうだな。二人は飛空艇に戻っていてくれ。あとは俺たちが片付ける。いや、僕も手伝う。ウエトバティアヤユヘリティアンベテティルン。二人とも協力してくれるのか。町にはマゼット博士もいるからな。昔より体力もついたみたいだし、まだまだ戦える。クイキエムズウエトフム、クイキバウルールグズンオスティセレスティアルンティスヒルリーバー。案内するってさ。すまない、助かるよ。それじゃあ早速向かおう。